救命は国のぼる。別名は自身。字は気境。後派祭作り子。1899年、信用文解書院に入学する。1901年、日本に留学し、東武ま学堂で軍事を学んだ。1904年、東京で革命派の雑誌、ひなほを創刊したが、わずか2期で定刊させられている。翌年、 中国同盟会に加入した。1906年に主政アは帰国し、高安試験で工業学院を創設して革命派の思想を宣伝したが、間もなく当局により廃校に追い込まれた。同年冬ダミーの炭鉱会社を組織して半身武装力の組織を図ったが、やはりことが漏れ、解散させられている。その後も革命派としての活動を継続し、 侵害革命勃発の際には、乱天鬱が園内で組織した、関外民軍に加入し、民軍と特府総参謀長に任せられた。1912年、同盟解放天支部が国民党法天支部に、改組されると、主政矢は、同支部で、宣伝事務を担当し、機関紙、東三省民法を創刊している。1915年、東京に赴くと孫文から帰国して、 遠征外と伐罰のための武装組織を結成するよう命じられた。三島省に戻った主は中華革命軍東北軍を組織し、自ら市長となったが、北京政府派のと府所芝に敗北して捕虜となっている。1921年に釈放されると、主政アはソビエト連邦へ視察に赴いた。翌年帰国し、ハルビンで平民集法を創刊している。その後、 公衆の孫文に合流し、1923年5月、大本営主義に任せられた。1925年は秋、法典で国民革命軍東北軍総司令部を秘密裏に組織し、各省令の班長作林ク,クーデターに呼応して放棄。したが、敗北して公衆に逃れている。1926年1月、中国国民党。 第2期中央執行委員候補に選出され、同年秋に北伐に加わって、前線に指示下は、証券点検委員に任ぜられた。満州事変勃発後に、両熱抗日義勇軍を指揮し、さらに、熱化省で、東北抗日救国軍を成立させている。1933年5月には、ジャハル民衆抗日同盟軍に参加して、総参議に任命された。 しかし、抗日同盟軍は、同年に解散に追い込まれている。1935年から1937年まで、翔太鉄路局局長を務めた。1945年5月、国民党第6期中央執行委員に選出される。日中戦争終結後、軍事委員会委員長東北行営、政治委員会委員に任ぜられた。翌年、 政権国民大会代表に選出されている。1950年、台湾に赴き、相当不国策顧問となった。1955年2月10日、台北市にて病没。去年74。ありがとうございます。